さて始まりましたグラビティデイズ。今回もストーリーミッション頑張ってやっていきましょうか。もう最近続きが気になって仕方ないっす自分。ねえシアニア、そういえばここまでどうやって来たの？創造主、夢の番人さんの力？ん？創造主？夢の？シアニア、そういうのよくわかんない。時々目が覚めるといろんなとこにいるんだもん。そっか、まずはみんなのとこに戻ろう。私が運んであげる。で、それから箱舟に向かおう。ね。うん、キトゥン、ありがとう。シアニアを広場まで運べ。俺は側近で雇われたゲッタウェイドライバーなんだぜ。ねえ、シアニア。みんなを呼んできてくれない？私は先に箱舟に行ってるから、できる？シアニア、みんなを呼ぶよ。箱舟のとこにシアニア、みんなと一緒に行くよ。だって、シアニア、夢を見たもん。箱舟が空を飛ぶ夢を見たの。うん、お願いね。私、箱舟の動かし方を見つけておくから、みんなで一緒に箱舟で空を飛ぼう。ん？これは下に行けということか？よいしょ。一回下に降りて。おお、ちょっと、ここか？ここか？え？運ぶね、これ！え？あ、クロウさんが、どうしたの？クロウ、この箱舟に子供たちを乗せて町に戻ろう。どうやって？こんなに探しても動力どころか扉さえ見つけられないのに。私には見える。お前？今までも扉はあったんだよ。それが私には見えるように、あららららららら傾く。一体お前は。キトゥン、みんなを連れてきたよ。あ、箱舟に扉がある。さあみんな入って。箱舟で上を目指すって本当なのか？そんなことができるのか？あいつらすっかり信じ込んで喜んでる。もし嘘だったら。私とクロウが協力してみんなを家に帰してあげる。ね、クロウ。命に変えても。エピソード16、さよなら子供たち。私、あいつを倒せるかもしれない。見えるの？今まで見えなかったあいつの弱点が。お前を信じる。箱舟を私に任せて行け。私もクロウ、あなたを信じる。主を倒せ。敵の場所は近い。さてやっていきましょうか。この主さん、覚醒されたキトゥンちゃんの目には見えるらしいです。弱点が背中にいっぱいある。背中にいっぱいありました。ホロ狙っていけばいいのか。だいぶ主さんも速くなってないか。いや、ここでも一気に必殺技決め込んでみるか。順々と破壊していってくれるんじゃないでしょうか。よいしょ。一つ割るので精一杯って感じかな。あっとっと、よいしょ。三つ目を破壊できました。で、ここら辺でちょうどよく必殺技も回復できたんで当ててみましょうか。スクラッチトルネード、はい。ああ、どこに行ってるの？キトゥンちゃん上に居座ったらどうにか当てれる。側面からじゃちょっときついですからね。はい、あと一撃、これで終わりなんじゃないか。キーまだか。いや、全然だった。虫さんの体力は全然まだ半分ありました。いや、よいしょ。一撃食らわしてあげたいところ。お、割れましたよ。割れたらどうなる？
なんかバリバリいってる、バリバリいってる、危なそう。なんか一回離れておきましょうか。離れて、そろそろ体力もちょっと危ないですから、あ、ちょうど回復できるようなところがありますぜ。よし、ちょ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 、復活してます、復活してます、頭、よし、撃破、まだか、引っ込んだ、うーん、くそ、離れて。キテンちゃん、ちょっと回復しましょうか。上に上がって、上に上がって、上に上がって、上に上がって。さあ、主さんの頭の方、力を貯めてる。あいつまたあの黒い光を放ってくる気だ。力を貯めてるんですね。ソーラービームみたいな感じか。で、後ろを見渡すと、ありました、ありました、無防備なんだよ。ここだ、もう一撃、あともうちょっとだよ。キタンちゃん、キタンちゃん、リーチかかってる。あー、くそ、引っ込んだ。一時退散。さあ、そろそろ回復したんじゃないでしょうか。いけるか、いけるのか、キトンちゃん、あんたやれるのかい。まだか、回復してないですか。回復した、回復しました。よしよしよし、ここはちょっと男らしく女らしく必殺技で決めてやりましょうか。スクラッチトルネード、フェイタルムーブ。子供たちみんな喜んでる。家族に会えるのが楽しみなんだろうな。サチアも一緒だったらザザももっと喜んだだろうけど。サチア？誰からそれを聞いた？ザザが写真見せてくれたんだ。サチアがいなくなったのは自分のせいだってすごく悲しんでたな。もうちょっと早くここに私たちがたどり着いていればその子も助けてあげることができたのかもね。それは不可能だ。サチアを助けることは絶対にできない。どうして？クロウ、クロウはサチアを知ってるの？ああ、サチアは私だ。どういうこと？だって年が、私は一人空回りをし続けたようだ。お前を見ていて気がついた。お前は私と同じ、ただ守りたいもののために戦っていた。あのさクロウ、ずっと聞きたかったんだけど、なんであんなにも私を憎んでたの？奪われた区画を取り戻すことが何か。ある日、ドネリカという議員が私に近づいてきた。手を組めば市長を説得し子供たちの救出を約束すると、そして奪われた区画には触れるなと。それでヘキサビルに戻ったら力ずくで聞き出してやる。ドネリカがなぜあんな出まかせを言ったのか。La chou du marché, service à l'eau et tout, clos du enchaud, Iblance, jouets fondus, et chaque pour, les la du machine, la bonne nuit.